きチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ今日はですね。はい。毎年恒例のビックリマンステージです。おお。ちょっと待ってください。なんですか。何何何。赤間さんが誕生日ということで。うん。今日もうだって年明けてるよ。はい。年明けてるんですけど。うん。ケーキも。やったー。やったー。誕生日？はい。12月？10日。10日。おめでとうございます。ありがとう。じゃあ歌う歌うわ。はい。はい、お願いします。ハッピーバースとかけふちょっと、うん、プラス岡田3連発です。はい、違うの。いや、あの先生のギャグじゃないよ。いや、オリジナルですけど。え、オリジナル、あれなんか見たことあるな、それ。あんの。はい。でもなんかみんなで歌ってくれると思ったのに。さあ、はい。ハッピーバースとかけふ岡田。はい、ちょうどいいですね。じゃあ食べよう。おめでとうございます。ありがとう。やったー。すごい。めっちゃかわいいです。どれがいい、どれがいい。なんだろうこれ。じゃあ、はい、じゃあ全員に決めよう。待って、はい、指差し指差しで。待って、決まんないよ。はい、ということで、はい、はがまさんのバースデーが終わりまして、はい、ありがとうございます。ビックリマン選手ね、はい、あの2022年、うん、この活躍にびっくりしたっていうね、はい、だからまあ活躍素晴らしかったよ、うん、でもそれでこれ毎年恒例だけども、うん、ここまで活躍するかっていう、うん、その予想をはるかに上回る活躍をしたビックリマン、はい、ビックリマン選手を、うん、各球団一人ずつ選んでいきたいと思います、はい、で今日はセリーグ編です、はい、はい、セリーグ編のビックリマン選手。はい、これ私もなんか選んでいいんですよね。そうです、袴田さんも、はい、はい、でまずは、うん、あの優勝チームのヤクルトから。ヤクルトから、はい、ヤクルトのビックリマン選手は、はい、袴田さんは誰ですか。私一応2人書いたんですけど、はい、いや1人ですね。1人。いや、2人、はい、もう本命1人。本命かー。じゃ佐藤さんからどうぞ。やっぱ木澤投手ですね。あ、私も書いてました、木澤投手、はい、やっぱその、うん、まあリリーフも素晴らしかったんだけど、はい、木澤が一本立ちすることによって、うん、その休ませながら、うん、ローテーションをリリーフの組めたっていうところは、はい、1年間通してヤクルトのリリーフ陣が盤石に過ごせたっていうところは、うん、まあ、大きかったかなっていうね、うん、だって55試合、はい、登板、うん、で防御率 2.94 で9勝3敗リリーフなのにね、はい、だからまあいいところで投げ切ってる証拠だよね、うんうんうん、で、まあ、基本塁打3本もね少ないしね、うん、はい、そういったところでは非常に素晴らしい活躍だったかなと、うん、しかもねこのルーキーの年はね全く一軍で登板することができなくて、うん、しっかりね今年活躍できたっていうところは大きいし、はい、なんて言っても、うん、里崎のファンだったらしいんだ、千葉出身で。そうなんですか。俺のモノマネとかしてたらしい。どこ情報ですかそれ。どこ情報なんですか。本人情報です。本人から聞いたんですか。はどこで。はい、何でだから聞いたんだっつって本人に直接。そうなんですか。そう、しかもバッティングのモノマネしてたらしくて。それあれじゃないですか、あのよく佐藤さんが言ってる FA とかで西武と話すときは西武ファンですっていうような、佐藤さんだったら佐藤さんのファンでしたっていう。いやいや、もう千葉出身だから子供の時からロッテ戦見てたらしくて、はい、ほらすごい。福浦さんに会ったら福浦さんの大ファンでしたって言ってるかもしれない。いや、そんなやつじゃないからそんな選手じゃないから。もうこれでもう、はい、あの坂倉と同じぐらいポイントアップしてる、はい、人ってそういうもんですよね。だって人間だもん。そう。俺も好きって言われたら好きですよね。うん、そらそうよ、うん、そらもう好きって言われたら、はい、そらもう厳しく言うかどうかは話が別だけども、はい、注目度は上がるよね。そうですよね。ここが大事なのよ、うん、俺のこと好きって言われたとしても、うん、俺の批評が少なくなることはないんだよ、はい、ただ、うん、名前は頻繁に上がります。そりゃそうですよ。そうそう、そりゃそう、そりゃそう。好きな人のこと注目しますもん、うん、でもね、忖度なくやっぱ今年の活躍は、はい、うん、非常に素晴らしかったね、はい、やっぱり、うん、その、まあ、その最新のコントロールはないけども、うん、このストレートを、ね、中心で、まあ、ツーシーム中心、うん、ストライクゾーンの中で勝負していくっていうパワーピッチャーの中では非常にヤクルトの中では大きかったから、はい、優勝の中でね、うん、非常に大事なピースだったんちゃうかと思いますよね、はいはい、私も木澤投手ともう一人挙げてたんですけど、うん、私は長岡選手。長岡選手もちろ ん、 なんか成績だけ見ると、うん、じゃあものすごく飛び抜けてるかって言われたら、うん、
多分そうではないと思うんですけど、うんうんうん、でもオープン戦で出始めて、うん、でも去年とかの時点では、まあ、私はまあヤクルトだけ見てるわけじゃないので、うん、出てくると思わなかった、うんうん、まだ若いですし、その中でがっちりともレギュラースタメンとして、うんうん、あの優勝してヤクルトの中でハマれたっていうのは、うん、私は結構びっくりでした。やっとね、ハ、う、マ、ん、ったっていうところもね、はい、まあ、もちろん村上の三冠王はね、びっくりなんだけども、これもでなんかもう殿堂入りじゃないですか。そう、あのこう前年そんなじゃなくていきなりね、はい、びっくりみたいな選手だからね、はい、はい、じゃあ続いて DeNA、はい、DeNA はね、入江投手ですね。おー、やっぱりこの、はい、まあ入江もね、リリーフとして、うん、なんと、5勝1敗防御率3点57試合登板だからね、はい、うん、まあ、このね、あの DeNA もやっぱ投手陣頑張ったっていうところでね、はい、後ろはね、入江伊勢、エスコバ、山崎康明とかね、うん、田中とかね、非常に厚みを増したね、この入江の存在ね、はい、最後あの村上にね、56号打たれたけども、はい、まあ、全力投球のストレート勝負はね、うん、いい勝負だったんじゃないのかなと思いますよね。そうですね、うん、私は伊勢投手、うんうん、伊勢投手もちろん前年も活躍はしてるんですけど、うん、でもそのなんだろう、それを想像以上上回る、うん、やっぱ去年は大活躍だったなと思います、うん、71試合投げて1.72 ですから、うん、素晴らしい、ものすごい素晴らしい数字ですよね、うんうん、前年がね確か30何試合とか、うん、それぐらいだったような気がするんですけど、なのでここまでやるとは思わなかったっていうびっくりで、チームにもものすごく貢献したと思います、うんうん、だからこの、まあ、入江来た後ね、ドラフト1位でね、うん、やっと2年目にね本領発揮したっていうところは大きかったですね、はい、そうですね、はい、ということで次、阪神、はい、阪神、はい、これでもちょっと被んないかな、はい、被るでしょ、湯浅っすね、私も湯浅投手です、やっぱ湯浅、なケラーのおかげでね、まあ、ケラーのおかげって言ったらあれだけども、はい、ケラーがね、あの開幕戦やらかしちゃって、うん、後ろがはまんなくてね、はい、そこで浜地湯浅が出てきたっていうところはあるけども、はい、なんて言ってももう一本立ちでタイトルホルダーだからね、そうですね、きっちりね、43ホールドね、防御率 1.09、59試合登板、基本塁打1、奪三振率 10.40、うん、もう完璧だよね、そうですね、しかも前年がね3試合しか投げてないからね、うん、2021年がね、はい、で2018年のドラフト6位からね、はい、4年目で、まあ、BC リーグからね入って、うん、ここまで一本出してきたっていうのはね大きい、はい、そうですね、23歳、そう、もうだから来年も下手したらね侍ジャパン入るんちゃう、お、そうですね、うん、うまくいったらね、はい、そういったところではね、うん、まあ、今年もねかなりこの湯浅のね若さの力っていうのは阪神に大事だね、はい、うん、これはもう誰もが納得っていう、ね、そうだね、うん、ところでしょうね、続いてじゃあ巨人、はい、巨人はね、はい、中田翔、いや私も佐藤さん大勢投手っていうかと思ったから私も中田翔選手って書いてましたでも俺大勢は新人王候補にも、はい、言ってるから、はい、もう想像通りの活躍っていうところで、やっぱ中田はね、はい、正直よ、うん、このままもう終わっちゃうんじゃないのかって俺は思ったけども、うん、はい、最後ね、でまたここから複数年でね、はい、3億円だったっけ、うん、3年契約でね、うん、めちゃくちゃ素晴らしい活躍で、今年も2割6分9厘ホームランね24本、打点68とね、はい、まあこのグワーンまでいってないけど、はい、もうこのまま終わるかね、いろんな問題とこのまま終わるかっていうところでね、うん、よく踏ん張って、うん、そうですね、うん、頑張ったなっていうね、移籍した前年はね、なんかこう出たり出なかったりでこうね、うん、どっちつかずっていうところだったので、うん、こんなにちゃんとこうね一気にまた行くと思わなかったなっていう、109試合も出てね、ベストナイン取りましたよね、うん、生き返ったよね、うん、正直ね、本当にじゃあそういう意味ではすごいびっくりしました、うん、だからそういったところではね、オコエの再生もね、はい、できるんちゃうかっていうね、あるかもしれないですね、期待はね、うん、出るかもしれないよね、はい、でもやっぱ大勢投手はルーキーとして、うん、あんだけやるっていうのはすごいびっくりしたな、うんうんうん、というところはあります、セーブ記録も作ったしね、はい、新人のね、うん、さあ続いては、はい、広島、広島ちょっと私迷いすぎて、うん、ちょっと違う意味のびっくりにしちゃった、そうなの、はい、広島はね、俺はね矢崎投手です、あ、いや今年矢崎のリリーフの安定感は半端なかったよ、47試合登板の2勝0敗防御率 1.82 だから、はい、この矢崎の存在感っていうのは非常に大きかったし、うん、まあ、今までも力あったんだけども、ちょっと制球に難があってなかなか投げてみないと分かんないっていうところあったけども、まあ、今年はね本人も言ってたけども、甘めでもしっかりねファールとかカウントが取れるっていうところに自信が持てて、はい、カウント不利にならないで勝負できる結果がね、うん、もたらしたこの頑張り、はい、っていうところでは、うん、過去のね登板見てても、だってここまで過去今年47試合投げてるけど、うん、あの2017年から7,5,6,4 だから全部で22試合しか投げてないの、うん、それが一気に今年になって花開いて、はい、リリーフとしてここまでの活躍っていうのは、うん、もう本当にねここでダメだったら
このままねいなくなるんちゃうかっていうね、うん、2016年ドラフト1位で6年目、はい、27歳ここでうまくいかなければね、ドラ1だったんですか。そうだよ、慶応からね。あ、で今年もね、はい、ピッチャーの社会人ね、うん、出身の選手を取ってるっていうところで、川野投手とか、ね、うん、そうそう、うん、ダメだったら危なかったのに、うん、この、ね、最後のチャンスで生き返ったのは素晴らしかったね、うん、はい、お、私はですね、秋山選手、うん、あ、帰ってきてびっくりみたいな、カープに行くとびっくりっていうまあそれもある意味びっくりだね確かにね、西武じゃないんでカープなんだっていうね、なんかカープってまあでもまあC 一緒かみたいなところは、ね、言ってましたけど、カープ行くんだびっくりっていうところで、はい、まあ、去年はねいろいろ難しいところもあったけどもね、はい、今年はね、うん、フルに最初からいるからね、そうですね、はい、去年みたいな感じはないと思うんでね、非常に頑張ってほしいですね、はい、はい、そんな感じです、はい、じゃあ最後中日、はいはい、中日はね俺は岡林選手だね。おお、そうですね、そのまあね、うん、みんなが岡林がね今年は、去年か、うん、は一本立ちするっていうところは思ってたけども、はい、最多安打取って、うん、まあ、レギュラーになるかなとは思ってたけども、うん、タイトル取るまで活躍するっていうのは正直思わなかったね。そうですね、うん、最後の最後までタイトル取れるかどうかって分かんなかったのに一気に引き上げていったんで、そう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 、ね、あの勢いすごかったな。142試合出場2割9分1厘ね、はい、安打数161、2塁打25ね、で守備も守備力高いしね、はい、そういった意味ではもうこの一本立ちして外野ね、はい、外野がいないいないってブライト鵜飼取ったけども岡林が埋めたっていうね、はい、ところでは非常に頑張ったんじゃないのかな、ファンの皆さんってすごいなと思うのが、うん、シーズン前からあの私たち10億円の選手とか選んでるじゃないですか、うんうんうん、なんで岡林を入れないんだとか、うんうん、すごい皆さん言ってたので、やっぱ皆さん見る目ありますね、うん、そう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 、うん、でも予想以上に頑張ったと。そうですね、うん、私は根尾選手、うんうん、コンバートピッチャー、コンバートピッチャーにもびっくりですし、うん、でピッチャーとしてやっていけるのかって結構評論家の皆さんすごい厳しいコメントあったじゃないですか、うんうんうん、それも結構かなり良かったよね、ましたよね、だからやっぱり先発して二刀流だね、はい、ネオはね、行きますかね、でしかもあの今年日本もね、はい、あの DH があのピッチャー抜いてもそのまま入れる大谷ルールを適用するから、はい、そうそう、まあ、適用するって言ったらもうそれ適用される人いないけどねって俺は思ってるけど正直ね、だからでもネオは先発して DH 入ったら、はい、できるかもしれないからね、かもしれないですね、うん、まあまあ面白い存在になるかなっていうね、うん、ところはあるよね、投げて150キロっていうね、うん、そうそうそう、だから先発してほしいね、そうですね、うん、頑張ってね、はい、というところで、はい、まあセリーグはね野手2人す、いやピッチャーが多くなるねやっぱりね、そうですね、うん、私は長岡選手、中田翔、まあ、中田翔選手、うんうん、秋山選手も違う意味でちょっとびっくりですけどね、うんうん、はい、っていうところがね、うん、まああの想像を上回る活躍にね、はい、うん、びっくりしたっていうところもあるんでね、うん、まあ、今年はね継続した活躍を頑張ってもらいたいしね、でも 来年というか毎年こうやってびっくりする人って必ず出てくるじゃないですか、うん、だから来季また誰になるのかっていうのがね、そうそう、でしかも若手だけじゃないからね、中戸とか入ってるから、ね、そうですね、そう若手だけじゃないね、びっくりもあるからね、うん、はい、まあ、これはねあのチームにとっていい栄光だからね、はい、だからそういったところでは今年もねまたびっくりするようなね、はい、活躍全選手に期待したいですね、はい、明日はパリーグです。